ハードディスクのプラッタハードディスクドライブの内部。プラッタが鏡のようにヘッドの姿を映しているプラッタとは、ハードディスクドライブやフロッピーディスクと呼ばれる磁気ディスク装置の平滑な円盤状の記録用部品のことである。2010年現在では、プラッタを用いたほとんどの記録装置では、プラッタの両面を記録面としており、1枚から4枚程度のプラッタを持った標準的なものは、 その2倍の2面から8面程度の記録面とその同数の読み書きヘッド、アームを持っている。過去には何十枚ものプラッターを備えてその片面だけを記録面とする製品も存在したが、現在、片面だけを記録面とする形式が存在するかは不明である。円盤の材質はアルミニウム製のものが多いが、ガラス製やセラミック製もある。これらはいずれも非磁性であり、 表面に記録用の磁気塗膜が塗られた状態で、高い精度の平滑性と、表面高度、高速回転による振動を抑制できる高い剛性、対衝撃性を備えたものである。こういった磁気記録装置の多くでは、小型化が求められるため、ほとんどの装置ではプラッタがドーナッツ状になっていて、その中央の穴に駆動モータが位置するようになっている。3.5インチや、 それより小さい一般的な HDD ではトラッキング処理は記録面ごとに行うためにプラッタ数が増えても読み書き性能に変化はない。ハードディスクドライブについてはハードディスクドライブをフロッピーディスクについてはフロッピーディスクを磁気ディスクについては磁気ディスクを参照のこと。一般に A5086 系のアルミニウム合金が用いられる。この合金は 表面血管の元となるケイ素と鉄の成分を抑制した純度99.94%から99.99% 99のアルミニウムにメッ気性を良くするために銅と亜鉛が加えられたものである。このアルミニウム合金は脱ガスフィルタ処理が行われてから鋳造され、菌質加熱処理と熱肝圧炎の後に精密な板圧制御冷間圧炎が行われて板状のコイルとなる。 素材であるアルミニウムコイルはリコイルによって曲がりが直されてから打ち抜き加工されてドーナッツ状のブランク材となる。ブランク材は積み付けドミヤキによって歪みが直される。この段階でブランク材の表面平坦度は4マイクロメートル以下になっている。内径と外径が切削加工によって端面処理され表裏2枚の表面がシックを取りうとする。 PVA と石を備えた両面検索板で検索加工されて洗浄後アルミニウムサブストレートになるアルミニウムサブストレートは洗浄、エッチング処理人形と処理の後にニップの無電解メッキが施され再びさらに精密に表面が検索加工される検索後の洗浄が終わった段階で平活度は数オングストローム以下となる裏打ち層中間層 自生体層、保護層、潤滑層などが、スパッタ処理などによって表面に塗布され、検査を終えて、プラッタの完成となる。ありがとうございます。